さんこんにちは、ティリーです。今回は久しぶりに航空券検索やってみたいと思います。どこどこへ行くという検索ではなくて、こういうふうに私は毎日検索をやっていますよという動画なので、よかったら参考にしてみてください。それではどうぞ。はい、それでは久しぶりなんですけれども検索していきたいと思います。で、私はまあほぼほぼ毎日何かしら検索してるんですね。はい。で、10月下旬からはずっと毎日タイは検索してます。タイはね、1日1回以上必ず検索しています。で、以前の私の動画ではどちらかというとトリップドットコムで検索しているのが多かったと思うんですね。トリップドットコムで検索した後に、まあ、こういうベトジェットとか、公式サイトでどうなってるのって見ることが多かったんですけど、今回逆でして、私、今の検索の仕方はですね、毎日、このベトジェットエアの検索をしています。はい。まずなんですが、ここのところを、ジャパニーズ円、JPY に変えます。そして私はいつもおなじみですね。片道で検索をしますので、片道にチェックを入れます。で、これ仕様がね、変わったんですよ。ベトジェットエアのホームページ、仕様が変わったので、このね、出発地のところが、最初こう、ちょっと入れてるんですが、こう、ベトナムがバーっと出てくるんですよ。で、前はインターナショナルタイランド、ここまでだったんですが、今ね、ジャパンっていうのがあります。ジャパン。インディアとかジャパンがこう追加されましたので、前はインターナショナルの中で福岡とかを見つける感じだったんですけど、より分かりやすくなりまして、ジャパンを開けると、このように出てきますね。こういうのもね、覚えるといいですね。3レターコードと言いますが、FUK が福岡ですね。はい。とか、KIX が関西とか。関空とかあるんですけれども、私はこの福岡をチェック入れます。そして、目的地なんですが、これもタイランドでバンコク。ということで、ここまで入れましたが、この、カレンダーが出てきて、通常だったらここは自分が行きたい日をクリックすると思うんですね。でも、私が今やってるのはそうではなく、全体を通して、安い日を探しているので、その場合は、ピンポイントの日にちじゃなくても結構です。どこでも OK。で、今日が12月5日なんですけど、まあ、12月に行きたいか、1月に行きたいか、2月か、わからないので、とりあえずどこでもいいです。はい。クリックします。まあ、日付はこのね、今14日のとこクリックしたので入ったんですが、ここで、普通だったらフライトを探すっていうとこ行くんですが、私がもうずっとやっているのは、実はこの最低運賃を検索っていうのにチェックを入れてます。ここ重要です。これを知ってるか知らないかで全然違うので、はい。今回、皆さんにお伝えしたいことは、この最低運賃を検索というやり方ですね。はい。あまり教えたくないですが、はい。知ってる人もいるかもしれない。それで、これでフライトを探す。こうするとですね、何がわかるかという、月の中で、どこが安いかっていうのがパッて一目瞭然なんですね。例えば今12月なので、高くなっちゃいましたね。12月、実は3150円っていうのが何箇所かあったんですよ。3150円の上が多分7000円とか8000円とか9000円とか1万以下ですね。があって、今もちょっと高くなってしまってるんですが、1万3000円。はい。が一番安いのかな。一番安いとこは緑ですね。最低運賃。で、ピンクは自由の女神。これよくわかんないんですけど、自由の女神っていうの。で、高いのは色はついてないですね。まあ、12月に行きたいなと思ってる方は多分こうやって見ると思うんですけど、私が見てるのは、先々を結構見ていて、例えば1月だったら1月11日が8000円と一番安いですね。で、これね、ずっとこうやって見ていくと、私毎日見てるからもう暗記してるんですけど、はい。たまにね、0円があるんですよ。0円が。で、0円が
ある時に、発見したら、すぐ予約しないと、その日のうち、もしくは翌日にはその0円ではなくなっています。で、ここ安いですね。5月の11日、2350円。先々こうやって見ていくと、ありますね。先々だと2350円、3150円。ここまでが今、1年分出てる感じです。で、私、これ、本当に毎日チェックしていて、日々変わってます、ここの金額。ですね、4月以降ね、3150円めちゃくちゃあったんですよ。ただ、これ変わりますので、今6000円だから6000円だというわけではないし、9000円のとこが3150円になるかもしれない。で、0円っていうのも出てきます。はい。ということで、検索方法なんですが、ベトジェットエアで検索するときは、このように月ごとに最低運賃が出る設定で見ていくと見やすいです。お知らせなんですけども、私が毎日検索をしていて、0円発見したりするわけですよ。3150円とか。例えば、急に12月に出たりするんですよ。あれ?って。で、その時に、動画を作るまでの時間はないんですよね。私が発見して、私の知り合いとか、私の家族とかには伝えます。いくらのがあったよ、今日って。だけど、皆さんに、今日0円が出てるよってお伝えすることができないので、よかったら、メンバーになってもらって、私が、すごい安いのとかお得なのを、探したときに、メンバー限定のお知らせがね、見れるような形にできたらなと思って一応メンバーを作っています。まだ誰も入ってないですけど。で、こうやって今日みたいに動画にすることはあるんですが、本当にショート動画にもできないような時もあるので、その時は本当に知り合いにしか言ってないですね。はい、もしお得な情報を、まあ対限定ですけれども、バンコク行きのチケットが知りたい、あるいはベトナムとかでもいいですよ、あるいはちょっと調べてほしいとかコメントで、はい、そういうのもメンバーだったらある程度対応ができるので、一般公開しない部分にそれを含めたいなと思っています。で、もしやってみて、もう全然価値ないなと思ったらやめてもらっても結構なので、で、例えば、今この8000円見つけましたよね。8000円で月へ進む8000円。で、一番下のこのエコ、機内持ち込み7キロと、なんか変わりましたね。スカイケアが無料。対ベトジェットエア航空は対象外って書いてありました。ここ変わりましたね。機内持ち込み手荷物が7キロだけですね、これ。ここがついてない。追加料金で使えますよっていうところです。まあ、座席指定はつけた方がいいと思いますし、受託手荷物もつけた方がいいと思います。ただ、フライトの日付ルート変更とかはできませんという。で、私が好きなのはこの上のデラックスなんですね。このデラックスだと、機内持ち込み7キロ、受託手荷物20キロ、または40キロ。これちょっとまあ、たはがわかんないんですけど、あと、機内食、お飲み物。機内食、お飲み物。はい。それから座席指定。スカイボスを除きますね。それから、ここ結構重要なんですけど、フライト、日付、ルート変更、差額が生じる場合はお支払いが必要とありますが、これね、なかなかトリップドットコムで購入しても、この、日付ルート変更可能っていうのは、めちゃくちゃ高くなるんですよね。これ込み込みなので、まあ、デラックス便利かなと思ってます。まあ、デラックスがおすすめです。ただし、もう荷物とかもないよ。飲み物も食べ物もいらないよ。座席も指定もいらないよ。機内持ち込み7キロだけで行くっていう方は、この必要がないので、
この発生の方でいいと思います。で、この発生の方を選ぶと、タックスですね。料金と税金っていうところが11,890円込み込みで、これだけかかるので19,890円となります。はい、以前もね、コメントであったんですけども、ソウルのだったかな、1000円っていう航空券があって、結局、込み込みですると結構1万ぐらいになっちゃうじゃないっていう話だったんですけども、これはね、ベトジェットだけじゃなくて、まあ、どこの航空会社でも仕組みはね、これになってます。普通に旅行代理店で買う場合はこうではないですよ。込み込みになった値段を提示してくれるので。なので、こういうネットで買う場合には、こういうふうになっていることがほとんどだと思います。そして、各航空会社で燃油サーチャージは違うので、チェックが必要ですね。コロナ禍から、燃油サーチャージがものすごく上がって、航空券より燃油サーチャージとか、その諸々にかかる費用の方が高いっていう現象は、未だに続いていたりします。なので、これも航空券より、その他の手数料が高いということですね。今8000円で説明したんですけど、例えばこの2350円だったらどうなのっていう話なんですよ。5月11日、2350円、2350円ですね。2350円に同じ11,890円がベトジェットエアではかかるので、片道14,240円となります。何もついてないものですね。機内持ち込み7キロ。で、多分私が見た中では0円の次に安いのはこの2350円かな。たまに500円っていうのがありますけど、まああんまりないですね。最近多いのは、3150円がかなり多いですね。で、こっちのデラックスで12000円なので、それでも高くはないですよね。23890円。これを進めていきたいと思います。次へ進む。で、前にも説明したと思いますけど、ここを入れないと次に進めない仕組みになっておりますので、どうかね、本名とか入れなくて大丈夫ですので、とりあえず座席指定とか見るためにはここ入力しないといけないので、架空の名前でいいので、ちゃんと形式に従って入れていきましょう。でも私はいつも適当に入れるので、ここに、ここにセットされてます。いつもなんか1111って私が入れるので、はい。適当に1111って入れています。はい、そして国名のところなんですけど、頭文字の J を入れるとジャパンが出てくるようになっています。あとは電話番号も形式に従って入れていきますが、私はいつも09011111234とか11111111とか、なんか形は合わせて入れていってください。はい。そして、メールアドレスなんですけども、ここも形式をちゃんと合わせて、何々、ドメインもね、ちゃんとあるものを入れてください。じゃないと、メール無効とかになっちゃうので、私はいつも @gmail.com で、頭はなんか適当に、今日はちょっとチケットにしてみました。はい。個別にバツ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 とかでも良いです。半角で入れてください。はい。これで次へ進みます。架空です。はい、そうすると、オプションとか選べるようになりましたので、まず荷物ですね。はい、一番少ない15kg3900円で、選択したいと思います。もし座席、あ、もう結構ないですね。座席指定したかったら、ホットシートがこの前の方ですね。ノーマルシート、エクストラレッグとフロント、4種類ですね。この辺がノーマル。ノーマルで、194.3円、安いですね。で、エクストラレッグ、私も乗りましたけど、エクストラレッグはちょっと15歳以上65歳未満の健康な人って決まってますけど、はい、これで 582.9円で、このフロントシートで 259.07円、安いでしょう。めちゃくちゃ安いですよ。はい。で、ホットシート、これも特別ですよね。前のここだけな。ちょっとシートが違うので、で、582.9円。ノーマルのでいいよ、窓側とかこうやって選べば、はい。入っていくので、4000円プラスされて、18,334.3円ということになります。これが片道ですね。一
応ここまで確認して、あ、18,334 円なんだって認識。もし、これを入れなければ14,000円ぐらいでしたよね。今4,000円プラスされたので、14,000円ちょっとだった。これを踏まえて、flip.com に行きます。はい、それでは、同じ日を見ていきたいと思います。片道福岡からバンコク。日付が、まずね、ここびっくりするんですけど、5月11でしたね。このね、金額見ると 1.46 万って書いてあるんですよ。そもそも安いですよね、もうね、見た感じで。確認していきます。はい、14,570 円ですね。これね、ちょっと不思議なんですけど、ベトジェットエアの方で安い日見つけると、見つけてすぐこっちに見に来るんですけど、もうこっちでも、この日すごく安くなってるんですよね。だからベトジェットエアの公式サイトで安くなると同時になんかもう安くなってるっぽいので、それは何回も何回も見てもそうだったので、きっとリアルタイムで直結してるんじゃないかなと思います。見るとですね、受託手荷物なしのこの機内持ち込みなら、さっきのベトジェットの公式でいうところのエコっていう、一番下のグレードになります。14,570 円なので、まあほぼ同じ金額だっていうことですね。座席指定もしてないし、手荷物も足してない状態でほぼ同じ金額です。違うのは変更手数料が5,600 円っていうのと返金不可、まああっちも返金不可だとは思うんですけど、はい。ほぼほぼ同じです。だから、こっちで買っても、ベトジェットエアで買っても、ほぼ同じ。ただ、ベトジェットエアの公式の方で買うと、そのまま、座席指定とかが取れるっていうのはありますね。こっちで買うと、こっちの番号で、また、ベトジェットエアのサイトに入って、座席指定をしなくちゃいけないという、ちょっと仕組みになってるので、それくらいかな、違いは。それでは予約に行ってみたいと思います。で、ほぼ同じなんですけど、ここで手荷物を例えば追加します。さっき15キロ3900円だったのでちょい高いですかね。はい。はい。これで18,970 円ですね。で、さっきのを見ます。ほぼ一緒ですね。ただ、この、ベトジェットエアは、はい、これには座席が入っているので、違いといえばそこだけかと思います。はい、こんな感じで日々検索をしています。ベトジェットエアの公式で安い日を見つけて、それをflip.com で見てみるっていう方法で、まあ、今まで出した動画とはちょっと違うんですけれども、ベトジェットエアの公式がよくやっぱり安い日を出してくるので、それが気になっていつも調べています。この方法のメリットは、trip.com 等のエージェントで調べるよりも、ダイレクトに安い日が分かりやすいということですね。どうしてもエージェントさんはたくさんの航空会社を抱えていますので、ピンポイントで見ることがなかなか困難なんですけれども、もうベトジェットって決めているんであれば、この方法の方がいいと思います。これは他の航空会社でも使えるとは思います。はい。それではまとめていきます。まず、ベトジェットの方で検索をします。検索の方法は、ね、最初に紹介した通りですが、そして安い日を見つけて、算出をします。いろんなオプションをつけたりつけなかったり算出をしてみた上で、trip.com さん等の、エージェントさんで、まあ、その日を選んで金額を確かめてみるといいと思います。これはどんな方に向いているかというと、とにかく安い日があったらそこに合わせていきたいという方なんですね。で、もう会社の休みが決まっていてそこしか行けないという方向きではないので、どうしても安い日があったら行きたいっていう私みたいな方いらっしゃったら、ぜひ参考にしてみてください。で、これ帰りのチケットについてはやっていないんですが、方法は同じなので、
タイからこのベトジェットエアの日本の、サイトに入ることはできないので、できるだけ日本にいるときにやった方がいいと思います。それと最後に追記なんですが、ベトジェットエアの、支払いのとこまで進むとユーティリティ料金っていうのが1500円ほどかかっていましたので、それも、お伝えしておきます。皆さん朗報です。朝起きてみたらなんと12月に3150円が出現しました。はい、お急ぎください。いつ消えるかわかりません。ご視聴くださいましてありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録お待ちしております。以上、リリーでした。